スチュアート・ウィリアム・バックスターは、イギリス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元サッカー南アフリカ共和国代表監督。現役時代のポジションはミッドフィールダー。スコットランド人、サッカー選手、指導者の父、ビル・バックスターとイングランド人の母の間に生まれる。イングランド中部のウルバーハンプトンで生まれ、スコットランドで育った。スコットランドリーグでプレーした初の、 イングランド人選手と言われる。息子のリーバクスターも元サッカー選手、指導者で父が率いたチームでゴールキーパーとして所属していた。1971年、プレストンノースエンドでキャリアを始める。1975年、スコットランドのダンディユナイテッドに移籍。キャリアの晩年は、スウェーデン、オーストラリアンナショナルサッカーリーグ、北米サッカーリーグでプレーした後、 1984年にエーレブルー SK で引退。引退後にはスカンディナビア半島のクラブで指導者としてのキャリアを積み重ねる。1985年にエーレブルー SK のユースチームで監督を務め、1986年にはイフスカルプ、1987年にポルトガルのビトーリア・セトゥーバルでコーチや暫定監督を務めた後、 1988年からスウェーデン2部のハルムスタッツ BK 監督に就任、同シーズンにスウェーデン1部に昇格させる。しかし1991年シーズンには2部に降格させてしまう。1991年 J リーグ開幕を控え、サンフレッチェ広島の前身である松田 SC は強化のため北ヨーロッパに遠征し、 バックスター率いるハルムスタッツ BK と練習試合をした。この時に今西和夫総監督に見染められ、1992年にサンフレッチ広島監督に就任した。既立をもんじるサッカースタイルで1994年の第1ステージ優勝に貢献した。だが高額内積金及び年俸がかかるミカエル、ラウドルップの補強をバックスターが強要したことから、 広島とは監督契約延長の交渉は決裂した。この際、バックスターは日本で監督を続けたかったことから、今西はビッセル神戸を推薦した。1995年からは、神戸市に移転したばかりのビッセル神戸監督に就任し、ラウドルップを補強、1996年ジャパンフットボールリーグで2位の成績を収め、 J リーグ昇格を果たしたが、翌年は成績が振るわず解任された。この間、1993年、1994年、1997年と、それぞれ J リーグ最小反則数というチームを作り上げ、1997年にはフェアプレー賞を受賞している。その後スウェーデンに戻り、1998年にアイク・ソルナ監督に就任。 いきなり同シーズンにはリーグ優勝させ UEFA チャンピオンズリーグに出場している。2年後 SFK リンオスロ監督を1シーズン務めた。2002年母国であるイギリスに戻りイングランドサッカー協会の専属コーチとなり U-19 イングランド代表監督として若手を育成、その手腕を買われて2004年に南アフリカ代表に就任したが2006年の ドイツ W 杯アフリカ予選で本大会出場を逃して辞任する。2006年は J2 降格となったビッセル神戸で再び指揮を取ったが家庭の事情により9月2日の横浜 FC 戦を最後に退任した。なお、コーチとして11月に一時的に復帰シリーズ戦3試合の指揮を取った。同年9月からヘルシンボリーフ監督に就任、同シーズンには スウェーデンカップ優勝、翌 UEFA カップ2007から08に出場した。しかし、同年12月にクラブ首脳との圧力を理由に監督を辞任。2008年よりフィンランド代表監督。2010年 UEFA ユーロ2012予選でモルドバ・オランダ・ハンガリーと3連敗したため監督を退いた。その後はアイクのアドバイザーに就任する。 2011年5月、丸目 FF 監督にオファーがあったものの最終的には断っている。2012年5月、カイザーチーフセーフ C 監督に就任すると、2012から13シーズンでリーグカップ優勝を果たし、PSL 初の外国人に優勝監督となった。2014から15シーズンも優勝を果たしたが、双方合意の上で契約満了。2015年、 トルコスユペルリングの現地レルビルリー SK 監督に就任した。ただ開幕スタートに失敗し、リーグ戦2試合で解任された。2016年1月27日、スーパースポーツユナイテッド FC の監督に就任した。2017年6月1日、サッカー南アフリカ共和国代表監督就任。2019年8月3日退任。ありがとうございます。